お子さんの、ねはいコックピットライトのお手伝いをしていただきますので、はい、最初集まりが悪かったってあの、はい、言ってたんですけど、はい、結構いらっしゃいましたね、はい、まだ大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫かなまだ飲めますか、はいはい、並んで並んでじゃあ最後尾 の, あのボードのところに行ってくださいね中学生以下でしたっけ、はい、それからなんかあの皆さんめちゃくちゃ遠巻きに見てらっしゃいますもうちょっと前来ていただいて大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ、はい、あすいませんすごい遠方からの写真もう皆さん遠慮がちやるしなくて大丈夫ですか、はい、大丈夫ですあの別に、はい、あのないのでね、はい、ここで何もね、まあ、あと自分は精神年齢が中学生以下だっていう人も乗れますそうなの、はい、いいよ、はいあのね、そういう人たちのためにこの後時間設けてますね、はい、精神年齢中学生以下の人は 10時からですあなるほど、はい、なりますのでよろしくお願いします、はい、じゃあキッズライド行きましょう、はいはいはい、ではよろしくお願いしますはいということでね今から GT500、はい、これは2016年モデルですね、はいにこれから乗っていただけます、はいまあ、結果の答えを教えていただけなかったということ で、そうですね、聞いてる人はもやっとしたまま今終わってるんですけどそうです、ねはい、1箇所は分かる1箇所は分かりましたはい1箇所は分かる、まあ、これ変えるとちょっと問題になる箇所いやじゃないと思いますよ多分全然変えてもいいんだと思いますよ、まあ市販車の、まあ、シルエットを、はいまあ、維持していなくてはいけないので、はい、一応ただとはいえ、はい、いわゆる今の GT500 のマシンっていうのは、はい、DTM ドイツツーリングカー選手権、はい、今年あの交流戦がありますけど富士スピードウェイでね、はい、そのドイツツーリングカー選手権のいわゆる、まあ、車体と同じ、うんはいそのまあ、共通の、ね、モノコックを使っている車になりますのでもともとがいわゆるなんていうんですかもともとが市販車から作られたものではないわけですよね。もともとが、まあ共通のレーシングカーのパーツを使って、はい、市販車っぽくして、なんとなくシルエットを残して、はい、レーシングカー作ってくださいねっていうレギュレーションのものですから、うんまあ、だから、なんていうんですか、市販車に似せるのは無理がある、もともと無理があるんですけど、はい、ただ、やっぱ改めて見て思うのは、はい、今日たまたま、ね、同じ角度で並んでいるので、思ったのが、やっぱり GT500 マシンと、はいロードカーの GTR、すごく似てるなって思いますね。まあ、乗り比べも、ね、していただいて、写真もたくさん、ね、撮っていただきたいなと思うんですが、まあ、写真撮るだったら今じゃない方がいいですよね、今、たくさん並んでいただいているので、そうですね、はいはい、後で空いてきますので。いやーすごいですね。でもたくさんのお友達来てくれました。